神戸西洋圏は、六甲山六の神戸市名田区上野通り7丁目にある1972年創業の西洋料理店。本店での営業のほか、兵庫県立神戸高等学校内のレストランの料理の監修や調理も担当する。また、高島屋など百貨店でのレトルト食品の販売も行っている。1972年に創業者の井上愛子が、 現在の六甲山麓の地に開業。弟である浅草の生まれの井上康二が、東京のホテルや日本におけるフランス料理店の草分けである、上野西洋圏、その他名店で、フランス料理の修行、腕を磨いた後、料理長として就任。神戸西洋圏店内当時、店舗の周辺は、現在のように開発されておらず商売には、不向きな上、関東の味が、 神戸で受け入れられるかなど不明な中での出発だったが、料理長の井上康二が、健康と幸福をテーマに、様々な食材とそれに交往した、調理技術を確立、和風なアレンジを加えたことなどから広く、神戸市民に受け入れられるようになった。井上は、神戸フランス料理研究会の会長を歴任し、神戸のフレンチ業界の重鎮でもある。現在は二代目の井上康信が後を継ぐ。 創業以来のデミグラスソースに定評があり、丹波産の黒豆を使用したドレッシングなどと共に百貨店でも販売されている。その後、真空調理やジュレソースなど新技術も取り入れた創作料理を開発、現在に至る、例年、名田く総合芸術祭にも協賛している。神戸西洋圏看板本店神戸高校内レストラン神戸西洋圏公式サイト。 商品プロデュース ABC 神戸西洋圏ニュース、神戸西洋圏代表取締役社長、井上浩二が、この度、兵庫の匠を受賞、ハット ABC 神戸っ子アーカイブあの時の神戸、お好きな年代エブラリー私の神戸散歩ボリューム12、ラジオ日本公式サイト全少連公式サイト、第4回名だく総合芸術祭神戸スローフード、協会ニュース、 神戸職域フェア兵庫県公式サイト平成27年度、兵庫の匠認定式の実施について神戸新聞2015年5月1日7時、兵庫の匠22職種29人神戸で認定式。ありがとうございます。